皆さんこんにちは。 NPO 法人福生市体育協会のスポーツ指導員カリンです。大沢です。健康的なおうち時間を過ごすために筋力トレーニングを紹介します。運動不足を背負い投げ。さあ、では自粛期間中にぜひお家で行っていただきたいお腹周りを引き締めるトレーニングを今から2種目行っていきたいと思います。まず1種目目です。クランチという種目になります。まず基本の姿勢は仰向けの状態から膝を立てていきましょう。膝の角度90度になるようにして手のひら太ももの上に置いてください。さあ、では顎をグッと引き締めた状態で肩甲骨が離れるくらいまで背中丸めるようにしてゆっくりと起き上がりましょう。そのままゆっくり戻します。繰り返しましょう。さあ、腹筋お腹を縮めるときに呼吸を吐いて吸って元の位置に戻します。肩甲骨少し離れるくらいまでで結構ですのでご自身のペースで行ってください。さあ、ではゆっくりと動きを止めていきましょう。今から1分間続けて行っていきますが皆様のペースに合わせてご自身のペースで行ってください。体に痛みが出た場合は無理をせず運動を中止するようにお願いします。さあ、では今から1分間いきましょう。よーいスタート。さあ、ではご自身のペースで必ず呼吸は止めずに吸って吐いてを繰り返します。さあ、腹筋ギュッと縮めるようにして動かしていきましょう。さあ、呼吸は止めずにギュッと縮めるときにしっかりと息を吐いて吸って戻します。さあ、動きをゆっくり行うと強度がかなり上がりますのでチャレンジしてみてください。さあ、では残り30秒頑張っていきましょう。痛みが出たらすぐに運動を中止してくださいね。さあ、ではなるべくゆっくり行っていきます。ゆっくり行う時も呼吸は吸って戻して吸って戻して繰り返し行っていきましょう。さあ、ではラスト10秒になります。9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1、はい、ではゆっくりと動きを止めていきましょう。さあ、では続いて2種目目です。2種目目は少しバランスを取りながらウエスト周り縮めていくトレーニングになります。まずは基本の姿勢から、まず体育座りになって、でこの時点で下っ腹と内ももにギュッと力を入れてください。さあ、ではそこからつま先を立てていきましょう。さあ、ではそのままの姿勢をキープして上体をゆっくり後ろに倒していきます。倒れるか倒れないかギリギリのところでキープをしましょう。さあ、ではこの時も吸って吐いて繰り返しながら斜め前にパンチを繰り出していきます。ふっふっ、しっかり呼吸パンチ前に繰り出す時にふっ、吐いて吐いて吐いて繰り返していきましょう。さあ、ではゆっくりと動きを止めてください。これも1分間続けて行っていきますがどこか痛みが出た場合はすぐに運動を中止してください。ご自身のペースで行っていきましょう。さあ、では1分間スタートしていきます。よーいスタート。さあ、では斜め前パンチパンチパンチ、体格に向かってしっかりパンチをしていきましょう。この時も下っ腹内ももお腹ギュッと力を入れた状態でキープをしてください。そのままリズムよくパンチ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 、呼吸は止めずにふふふふ繰り返し行っていきましょう。さあ、ではこのトレーニングですがペアでも行えます。パンチをしている人の正面に両手をパンチ、そのままミット打ちのようにはい、ふっ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 繰り返していきましょう。幅を広げるとさらに強度が上がっていきます。さあ、ではラスト10秒9、8、7、6、5、4、3、2、1。さあ、ではゆっくりと動きを止めていきましょう。はい、それでは自粛期間中にやっていただきたい、今度はお尻の種目を3種目紹介していきます。お尻の筋肉は非常に大きな筋肉になってますので、ここをしっかりと動かしてあげると代謝が上がります。しっかりと体がポカポカ温まっていきますので、ぜひこの自粛期間中にやってみてください。まず一つ目、ヒップリフトを紹介していきます。仰向けに寝たら、膝を立てていきましょう。まあ、大体90度ぐらいに立てていきましょう。で、両手はマットの横、楽な位置に置いていただいて、
下っ腹にキュッと力を入れた状態で、お尻を持ち上げていきます。で、ゆっくりと戻しましょう。息ふーっと吐きながら持ち上げて、吸って戻していきましょう。鍛えているところは、ももの裏と、ももの、お尻です。ももの裏とお尻を鍛えていきます。で、この時に息しっかりふーっと吐いて、戻します。持ち上げた時に、膝から肩までが一直線。これをしっかりと意識して持ち上げてみてください。あとはちょっと気を使ったら、ご自分のお好きな高さでも構いません。それではこれ1分間上げて、下ろす、上げて、下ろす、繰り返していきましょう。で、行きましょう。どう？スタートです。息ふーっと吐いて、下ろす。上げて、下ろす。お好きなペースで繰り返していきましょう。つま先重心にならないように、かかとです。かかとに体重を乗せて、持ち上げて、下ろして、持ち上げて、下ろして、繰り返していきます。ももの裏、お尻、しっかり効いてるのを感じながら行ってみてください。残りがあと30秒ぐらいです。息を、ふう、しっかりと吐いて、しっかりと繰り返していきましょう。もし腰に痛みとか感じましたら、すぐに運動を中止をしてください。必ず無理のない範囲でよろしくお願いいたします。それでは残りが20秒ぐらいです。息吸って、ふう、戻していきましょう。息、ふう、戻す。息、ふーっと吐いて、戻していきましょう。残り10秒です。頑張っていきましょう。残り10秒。しっかりともものを裏、お尻、効いてるのを感じながら、かかとにしっかりと体重乗せていきましょう。3、2、1。はい、終了です。はい、じゃあ2種目目の行っていきましょう。次は、サイドキックっていう種目になっていきます。まず、横を向いていきましょう。下の膝は曲げていただいて、手は頭楽に支えてください。お好きなペースで構いませんので、上になった足を上げて、下ろす。上げて、下ろすを繰り返していきます。膝をまっすぐ伸ばして、かかとから持ち上げて、つま先が先に行かないように、息をふーっと吐きながら持ち上げて、吸って下ろしていきます。これを1分間行っていきます。30秒経ったら素早く向きを変えて反対の足を行ってください。ゆっくりと下ろしましょう。それでは30秒、向きを素早く変えてください。で、行きましょう。よーい、スタート。お好きなペースで構いません。この幅も広げられる範囲で構いません。ご自分のペースで繰り返していきましょう。息、ふー、吐いて持ち上げて、吸って下ろしていきましょう。できれば、床、マットに足はつけない。もちろん疲れてしまったら、つけても構いません。ご自分のペース、無理のない範囲で行っていきましょう。残りがあと5秒。4、3、2、1。はい、素早く向きを変えてください。下の膝曲げていただいて、上の足を持ち上げていきましょう。手は楽に頭を支えてあげてください。呼吸先ほどと一緒です。息をふー、吐いて持ち上げて、吸って下ろしていきましょう。つま先先行にならないように、かかとからしっかりと持ち上げてください。膝を曲げずにまっすぐ伸ばします。床、足はギリギリです。途中疲れたらもちろん下ろしても構いません。自分のペース無理なく行ってください。しっかりと呼吸止めないように。それではお尻の種目、3種目目です。ヒップサイドリフトっていう種目になります。最初は四つん這いになります。で、手の幅は肩幅より少し広めに取ります。膝の幅は腰幅ぐらいに設定をしていきます。そしたら胸を張ってお尻を後ろに突き出すようにして上半身を固定していきます。固定をしたら足を膝を外に広げます。開いて閉じる。開いて閉じるを繰り返します。膝の位置が前すぎず後ろすぎず真横に開いて閉じるを繰り返しましょう。この時上体もしっかりと固定します。胸を張ることで上体が固定されます。膝の動きに上半身がついていかないように気をつけていきましょう。呼吸は息を吸いながら持ち上げて吐いて下ろしていきましょう。これを1分間行います。30秒経ったら反対の足に変えてください。それでは行きましょう。両方、スタートです。息を吸って広げて、しっかりと胸を張って膝を外に広げてください。お尻の筋肉を外から内にぎゅーっと絞り込むイメージで行っていきましょう。ご自分のペースで構いません。お好きな幅で構いません。無理のない範囲で行っていきましょう。
息を吸って開いて吐いて閉じていきましょう。もうすぐ30秒です。30秒だったら素早く足を変えていきましょう。はい、足を変えてください。今度は反対です。しっかりと胸を張って上体を固定してください。息を吸いながら膝を外に真横に開きます。でゆっくりと閉じていきましょう。膝の動きに上体についていかないようにしっかりと胸張って行っていきましょう。お尻の筋肉を外から内に絞り込むようにして膝を真横に開いていくという繰り返しましょう。呼吸止めないように。いかがでしたか？今紹介した種目をぜひお家でやってみてください。素敵なお家時間を。以上、福生市体育協会でした。